どうもこんにちは、ヒロッキーです。今日はスーパーに売ってる商品を買ってきました。それがこちらです。スイートトマト、自分これ初めて見たんで買ってきました。糖度10度って書いてます。で調べたらなんかイチゴはだいたい10度以上、10度以上って書いてる、糖度10度以上って書いてますね。でイチゴも糖度10度以上あるみたいなんで、まあだいたいイチゴぐらい甘いんじゃないかなって思います。次がこれです。枝豆納豆、ちょっと初めて食べるんでこれも買ってきました。じゃあまずこのトメイトから食っていこうと思います。まず普通に食べたいと思います。箸で食べようね。いただきます。うん、そのまま食った感じは大したことない普通にトマトです。じゃあ砂糖つけて、こっちに砂糖とマヨネーズとケチャップ用意したんで、まず砂糖をつけて食べていこうと思います。うん、マヨネーズつけて食べます。梅トマトが一番うまい。トマトが一番うまいよ。何言ってんだ。マヨネーズが一番うまい。やっぱ普通の、まあ、食べた感じは、うん、普通のトマトより甘い。トマトが嫌いな人も食えそうなぐらい甘いと思います。ただイチゴだと思って食べたらちょっと残念な感じがするので、トマトと思って食べてみてください。皆さんぜひ買ってみてください。スイートトマト。次はこれです。枝豆納豆。色は緑なのかなと思って買ってきました。初めて食べます。え、でかっ。何これ、黒いでも匂いは納豆。あー、なるほどね、でかい。へえ、初めて食べる。でかっ。なんか粉ついてたんで粉振りかけていこうと思います。何これ、え、何これ、なんか臭い。え、何これ、ちょっと待って、かけちゃった全部。何これがめっちゃ出てくるんだけど。豆でかいんだ。まあ枝豆やからな。はい、混ぜました。じゃあまず食べます。枝豆です。食感は枝豆で、味は納豆以上。緑じゃないんだ。緑だったら面白かったんだよこれ。まあ、パッケージがほら、あ、これが緑だから絶対緑だと思ったんだよな。スイートトマト、枝豆のトマト。まず。以上、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。じゃあまた次の動画で。 See you。